味覚。味覚は、動物の五感の一つであり、食する物質に応じて認識される感覚である。生理学的には、甘味、酸味、塩味、苦味、旨味の五つが基本味に位置づけられる。基本味の需要器は、人の場合主に下にある。基本味が、他の要素、嗅覚、視覚、記憶など、で拡張された、知覚心理学的な感覚としての味は、 風味と呼ばれることが多い。また、認識の過程を味わうという。味覚は、物質の需要に基づく、感覚の一つである。往々にしてそれは、接触時であり、対象は食料であり、匂いとともに、それが飲食可能であるかを判断する。また、味覚は、接触時の楽しみの一つである。人の場合のそれは舌にあり、舐めることで味を確かめる場合もある。 哺乳類一般にこれはあると考えられる。他方、それ以外の動物では、必ずしも、これに限らない。昆虫では、腸やハエなどで、前足の先端に、物質受容器があり、食料を触ることで味見しているとされる。以下、種として、人の味覚について記す。かつて基本的な味の要素として挙げられていたものには、甘み、酸味、塩味、苦味、 辛味、渋味、刺激味、無味、脂味味、アルカリ味、金属味、電気の味などがあった。1901年、ヘーニッヒ、D、P、波ニッヒは、アリストテレスの示した四つの味の下の上での感覚領域を示した。しかし今日ではこの説は否定されている。1916年、ドイツの心理学者、ヘニング、ハンス・ヘニングは、この四つの味と、 その複合で、すべての味覚を説明する四基本味説を提唱した。ヘニングの説によると、甘味、酸味、塩味、苦味の四基本味を正四面体に配し、味の四面体、それぞれの複合味はその基本味の配合比率に応じて四面体の、両上あるいは面上に位置づけることが出ると考えた。日本では1908年に、池田菊苗が、 うまみ物質グルタミン酸物のナトリウム塩を発見した。このうまみは4基本味では説明できないため、日本ではこれを基本味とする認識が定まった。しかし西洋では長らく4基本味説が支持され続け、うまみが認められたのは最近のことである。現在では未来のに需要体が存在するものとして定義されており、甘味酸味、塩味、苦味、 うまみの五つが該当し、ご基本味と位置づけられる。基本味以外の辛味物質、アルコール、炭酸飲料などの化学的刺激や、温度、厚さ、温かさ、冷たさ、舌触り、つぶつぶ感、柔らかさ、硬さ、滑らかさなどの物理的刺激は、基本味と合わせて総合的な味覚を形成する。ただし味覚刺激のすべてについて神経に、 伝達されるまでの気候が解明されたわけではない。辛味の受容体は2種類明らかになっており、カルシウム味や脂肪味などに応答する味細胞が存在することも報告されている。知覚心理学的には味覚は単独では存在し得ず、大なり小なり嗅覚あるいは視覚や記憶など影響を受ける。例えばレモンの酸味とライムの酸味は酸味成分は同一であり、基本味的には 違いが、無、嗅覚、視覚あるいは記憶によって、両者の違いが強調されて認識される。このような知覚心理学的な意味での味のことを風味と呼ぶことがある。ご基本味感覚から来る味覚、及び研究中の味覚。味覚は、嗅覚と同様に、主に科学的受容体に物質が結合することで、検出される。嗅覚との差は、離れて感じるか、 触れて感じるかの差である。下に多く存在する未来は、味覚受容体細胞と支持細胞から形成されており、科学的受容体は、味覚受容体細胞の先端、未来の味口と呼ばれる開口部から突出している部分に分布する。味覚受容体細胞の分布は、動物の種によって異なり、人の場合は主に下で、他には軟口外、口の奥の上面、喉頭外、および、 食道上部内面、すなわち口と喉に広く分布する。他にも、例えばナマズは、体表全域に、味覚受容体細胞が分布している。人の舌では、未来は、絶乳頭上に存在し、絶乳頭には、竹上乳頭、舌の前に、三に多い、成人では、体下、洋状乳頭、舌の後ろ両側部に多い、人では存在するが、未発達、有角乳頭。 分解口の前に分布などの形状分類がある。無脊椎動物では、口から離れた場所にある例もある。腸では、前足に接触性の物質受容器があり、強いて言えば、足で味わうわけである。味覚受容体細胞は、複数の物質の科学的刺激に対して、膜電位が活性化され、その強度は物質によって異なる。 一つの味覚受容体細胞に対して複数の神経がシナプス接合している。受容体細胞側では膜電位が伝達されると CA チャンネルの働きによりセロトニン 5HT がシナプス感激に放出され神経に刺激が伝達される。味覚の刺激量と感覚の強度との関係は他の感覚と同様で刺激量のべきに比例して 感覚の強度が大きくなる。一方、味覚の種類によって、最小感度、色値と強度応答は異なる。一般に、苦味が最も感度が高く、塩味、酸味、甘味,甘味と続く。また、苦味と、塩味は、応答範囲が広いが、酸味、甘味は狭く、特に初等による甘味は高濃度で応答が飽和する。また、同種の味を持つ物質であっても、 キニーネとカフェイン、初糖とサッカリンとでは、色位置は異なる。あるいは濃度により味が変わる場合もあり、サッカリンは低濃度では甘みを感じるが、色位置が低く、低濃度から感じて良いはずの苦みは高濃度で初めて感じる。味覚の間の交差もよく知られた現象で、塩味は甘みを増強する。味覚を変化させる物質も知られており、ギムネマ酸とミラクリンが挙げられる。 ギムネマ酸はインドで自生するギムネマシルベスタの葉に含まれており、これを食べた後では初頭の甘みを感じなくなる。これは甘味受容体に対する初頭の結合をギムネマ酸が競合阻害していると考えられている。ミラクリンはアフリカで自生するミラクルフルーツの実に含まれており、これを食べると酸味は消失し甘みとして感じられるようになる。これはミラクリンが 酸味受容体を抑制すると同時に甘味受容体の特異性を変化させるためと考えられている。フェニルチオカルバミド p t c の苦味を感じる受容体の有無は遺伝によって決定され、受容体がない人は p t c の苦味を感じることができない。この現象は未毛と呼ばれる。味覚神経は一時感覚ニューロンが直接中枢神経に伝達する。 嗅覚神経は、二次感覚ニューロンも介す。具体的には、下の前に、三に分布する竹状乳頭の味覚受容体細胞は、顔面神経、古作神経を介し、下の後ろ三分の一に分布する、洋状乳頭、嗅覚乳頭上の味覚は、絶因神経を介して、口頭あるいは食道部の味覚は、瞑想神経を介して、塩髄に連絡する。また舌触りなど、 科学的受容体を介さない、味覚刺激は、三叉神経も介する。一時感覚ニューロンは、塩水のコタバ核を経て、死傷の後、内側複側核、VPM 核を経由して、抗議の大脳皮質味核矢に伝達される。具体的には、VPM 核からは、大脳皮質43.113矢の連絡が、知られている。なお、11矢は、匂いの識別センターでもある。 味覚障害は味覚の障害。薬物性のもののほか、末症、中枢の神経障害、亜鉛不足、高校乾燥症などの高校疾患や全身疾患、放射線治療後などにより引き起こされるが、味覚障害の原因として一番多いものは薬剤性である。味覚障害の症状は、その多くが自覚症状である。その症状は以下のように分類される。 2008年8月、アメリカモネル科学感覚研究所のマイケル・トルドフ、博士らの研究により、マウスにカルシウムに反応する2種類の受容体があることが判明したと報道された。この受容体を人間も持っていれば、カルシウム味とでも呼ぶべき味が6番目の味覚として認定される可能性がある。トルドフによれば、苦くて、おそらくちょっと酸っぱい味だという。 味覚が通常よりも格段に鋭い人のことをスーパーテイスターと呼ばれる。エール大学のバートシュック教授らによって1994年に発表された論文ではアメリカ人の約25%がスーパーテイスターであるされている。イエール大学のリンダ・バートシュックはプロピルチオウラシルコロップを使った苦味の感能実験を行い、 人間のコロップの味を感じられる能力について25%の人はコロップの味を感じずコロップ未亡50%は適度に感じ残りの25%は過敏に感じる味覚過敏という3つのグループに分けられることを示したバートシクによればコロップに対する人間の味覚の違いは遺伝によるものでコロップ未毛の人と味覚過敏の人の下の構造を比較すると 未来の味覚に有頭の密度に違いがあるという。この実験に対しては、特定の味覚物質を感知できない、得意な無味覚症に過ぎず、味覚全般に当てはめることはできないという批判がある。舌を電気的に刺激すると、味覚の生じる現象は、電気味覚と呼ばれ、1700年代から知られており、1958年以降、クラループによって、 味覚を定量的に評価する手段としてその指揮位が臨床的に応用されるようになった。近年では味を疑似的に再現する研究が進められる。味覚には経験値を重ねることで好きになる臨界点があり、アクアヤードテイストと呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。